どうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回はこちらデミアコントロール、スタンダードのチャレンジャーデッキ2022年のやつを開封していきたいと思います。こちらなんですけれども、前回は、白ターンアグロ、開封させていただいたんですけれども、ちょっとね時間がかかりすぎるということで、1個ずつにすることにしました。もともと全部一括でねやろうかと思ってたんですけど、なんとねその白ターンアグロだけでも20分ぐらいかかってたんで、これはね無理かなと思って一つずつにしようかなと思って、はい、大事に開封していこうかなと思います。ということで第2弾ディミアコントロールなんですけれども、青黒のデッキですね。はい、クリーチャーを破壊する死の象徴となれ、強力な呪文で対戦相手の脅威を抹殺し、とてもない一撃で終わらせようということで、これもなんかねとてつもなく熱いカードがいっぱい入ってるデッキになってます。死をもたらすものを恐れよって書いてますね。はい、よし、じゃあ中身はこんな感じで、基本的には入ってる箱とかは同じなのかな、ちょっと違うのかな。これがあって、はい、これがサイドボードで仕切りがあって、これがメインデッキですね。はい、これもねなかなかね熱いカードがいっぱい入っていてね、いいですね。でちなみに前回ちょこっとお値段のお話もしていたんですけれども、やっぱりチャレンジャーデッキで再販というか、もうこれ買えばついてくるみたいな感じなんで、ちょこっとね値段は下がってたりしましたね。まあでも、まあ、それでもね高いものは高いっていうのがね結構あるからね、そこら辺がねマジに、とりあえずこれ買ったらめちゃくちゃお得みたいな感じは全然変わってないですね。はい、はい、じゃあ紹介していきたいと思います。まず墓地の侵入者3マナ33で誤報でカードを1枚捨てるとこいつをターゲットに取れるみたいな感じですね。逆に言うとこいつをターゲットに取るためにはカードを1枚捨てなきゃならないっていう、なんかめちゃくちゃめんどくさい効果があります。でこいつは攻撃するか戦場に出るか攻撃するたびに墓地にあるカードを最大1枚対象として追放すると。でそれがクリーチャーだったら、相手はライフ1点を失ってこっちが1点ライフを得られますよっていうのが2枚入ってますと。でちなみに裏返ると、追放するのがカード2枚になって、パワーとタフネスが44になるっていうね、ちょっとパワフルになりますよっていう感じですね。はい、で次がジュワー島のかく乱、ここもこんな感じになってんな。あ、何3枚いた。はい、3枚いた。でジュワー島のかく乱、はい、2マナで、呪文1つを対象としてそれのコントローラーが1マナを払わない限りそれを打ち消すと。で裏面がタップインの青マナの土地になってると。はい、ゼンディカーのカードですね。はい、でここに土地が入ってる。進化する未開地。はい、タップで、好きな基本土地カードをタップ状態で持ってくれると。で廃墟の地で、無色マナ加えて2マナでこいつを生贄に捧げると、2マナタップで生贄に捧げると対戦相手コントロールしていて基本でない土地を対象としてそれを破壊することができると。で代わりに、こっちも基本土地タイプ、基本土地カードを1枚探して戦場に出すことができるっていうね。はい、しかもこれアンタップインなんでね、ちょっとねその隙が少なくなってるのがなかなかいい感じですよね。はい、で次が神側のカードが入っている。神側のカードも入ってるんですね。で1マナ X でこれは、呪文を唱えるための、あ、更新ね、唱えるための追加、あ、そう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 、1マナ X でクリーチャープレーン増加のうち1体を対象として X10 のダメージを与えると。でこっちは X10 のライフを得られますよっていう感じなんですけど、この X っていうのが自分の手札にある黒のカード1枚除外するとこの X2 少なくなるんですよ。つまり1マナでこいつを打って黒のカードを手札から1枚除外すると2点ドレインできるみたいな感じですね。はい、結構このデッキコントロール寄りだから、このカードで無理やり、マナを貯めてクリーチャーを除去してね、ライフ回復して、そのね、ギリギリの、ね、ちょっと、
炊いてます感を出すことができると、はい、そんな感じで。次がパワーワードキル、はい、なんかめっちゃかっこいい名前だけど、2マナで天使でもデーモンでも悪魔でもドラゴンでもないクリーチャー一体を対象として破壊することができると。意外となんかこれ、こういう天使とかデーモンとか悪魔でもドラゴンでもないカードっていうのは結構多いから、あの結構使えるというのを聞いたことあるがあるんだけど、よくわかんないですね。で次が、悪意の熟達、4マナで、あなたはこの呪文のマナコストを支払うのではなく2マナを払ってもいいと。で2マナ払っていたら対戦相手1人は、2マナだったらカードを相手が引くのか。で、効果としてはクリーチャー一体かプレインズウォーカー一体を対象として追放することができると。はい、なかなかレアのカードですね。はい、各位の熟達が2枚ありますと。よっしょ。で次が、襲来の予測、3マナで、呪文1つを対象としてそれを打ち消すと。で予言で、予言か。で2マナで、裏向きに追放して、2マナで、唱えることができると。はいはいはい。まああれですね、対抗呪文がちょっと、予言すると1マナ無色になるけど、まあ通常だと1マナ重いカウンタースプレーみたいな感じですね。はい。で、こっちが発見の渇望。これ結構よくて、3マナでカードを3枚引いて、あなたが基本土地カードを1枚捨てない限り2枚捨てますよっていうやつですね。はい。結構強い。知識の渇望とかの、基本土地バージョンっていう感じですね。で、次が、寄生性の掌握、2マナで、切除で3で、切除すると人間以外のやつもクリーチャー破壊することができるのかな。あ、違う。3点ダメージ与えて、3点ドレインね。なるほどね。はいはい。こういったので、序盤は耐えつつ、後半にでかいクリーチャーを出して殴るみたいな感じかな、このデッキは。で、これは英雄のハミスト、3マナでクリーチャーやプレーンズウォーカーのうち、一体を対象としてそれを破壊すると。なんかこれ昔高かったカードで、レアだったらしいんですよね、これ。うん。そんなカードらしいです。で、あと、今、激しい恐怖。こういうの強いよね。あの白ターンアグロとかいっぱいクリちゃん並べてくるんですけど、このカードでね、並べてきたやつ全部一掃したりすることができるんでね、うん、こういうカードは強いんですよね、リセットとしてね、うん、はい、個人的な感想です。はい。でこれは4マナで、クリーチャータイプを1つ選ぶと単修了時まで、その選ばれたタイプでない全てのクリーチャーはマイナス3修正を受けると。つまり、自分のクリーチャー好きなやつはマイナス修正受けないで、相手だけ、マイナス3修正与えるっていうこともできるんで、結構、いいカードだなと思いました。はい、いいカードだよね。そしてこれがこのデッキの肝というかね、めっちゃ熱いカードで、これなんか1枚今800、調べたんですけど800円ぐらいしてますね。はい。で3パン24で、これでもう2400円なんですよ。これでもうこの4枚だけでもうこのスタンダードのデッキ分の値段してるんですよね。ということで、もうやばいと。はい。で、これはめっちゃ強くて、4マナで、自分のライブラリに1万円のあるカードを X 枚見ると。で、X はこの呪文を唱えるために支払われたマナの点数に等しいんで、こいつは普通に打つと4マナなんで、4枚見て、で、好きな2枚を手札に加えることができます。で、フラッシュバックコストがあって、フラッシュバックで7マナだと7枚見て2枚を手札に加えられるんで、これがね、回ってきたらもうね、あの、相手は、もうやめてくれってなりますね。はい。あ、で、これは、冥府の掌握。クリーチャー一体を対象として破壊して2点のライフを失う。はい。で、神話レア、イムリスさん。はい。5マナ55で、フォーゴトンレレブのドラゴンさんですね。こいつがアンタップ状態だと5砲4もっと、4マナ払わないとこいつを対象にできないっていうね、なんかそんな効果があります。でこいつがプレイヤーに、戦闘ダメージを与えるたびにカードを1枚引くと。でその後あなたの手札にあるカードが3枚より少ないならその差に等しい枚数のカードを引くと。つまり手札がない状態だとアタックしてカードを1枚引いて手札1枚に乗って、で3枚より少ないなら、その2枚引けるということですね。3枚いきなりカードが増えるみたいな感じですね。はい。そんな感じで、なかなかいいカードです。で、雪上の結婚がありますと、6マナの、氷雪ソーサリーなんですけれども、
全てのクリーチャーを破壊すると。で、もう一つが全てのプレインゾーン化を破壊する。で、あなたの墓地から点数でみんなマナコストが X 以下であり、クリーチャーやプレインゾーン化であるカードを1枚戦場に出すことができると。で、X は、この呪文を唱えるために支払った、氷節の、マナに等しいと。はいはいはい。つまり、これを全部氷節マナで払うと、6マナで、全てのクリーチャーを破壊した上で、6マナ以下のやつをリアにできるっていう感じかな。強いよね。はい。めっちゃ強い。で、この骨砕きじゃない、船砕きの怪物がいる。めっちゃ強い。7マナ、これ僕持ってなかったんですよね。うん。で、7マナ78で瞬速でこの呪文は打ち消されませんよと。対抗呪文が効かない。やばい。で、こいつは、呪文を唱えるたびに以下から最大1つを選ぶと。まず、あなたがコントロールしていて、呪文一つを対象として、それをオーナーの手札に戻すと。はい。相手が打った呪文に対して、これを発動させると、相手の、手札に戻って、その呪文が戻っていっちゃうわけですね。はい、強い。で、土地でないパーマネント一つが、あれか。呪文唱えるたびにどっちか選ぶのね。で、もう一つが土地でないパーマネント一つを対象として、それをオーナーの手札に戻すと。はい、そんな感じ。結構強いよね。まあ、ただ7マナって重いんで、そこがね、ちょっとスタンの環境がよく分かってないんですけど、そこから辺がどうなのかなっていう感じですね。で、これ氷雪の島と沼のタップで出てる土地ですね。あと、ストームジャイアントの制度。これもね、なかなかいいお値段がしていて、ちょっと、ね、いくらかは分かんないけど、まあ、1000円はいかないけど、まあ、これでもあれかな、やっぱりこれで出たからちょっと安くなってるのかもしれないね。うん。で、これがあれなんですよ、あのミシュラランドって言ってクリーチャー化する土地なんですね。で、こいつはタップ状態で出るんですけど、1ターン目2ターン目土地1つ目2つ目の時はアンタップ状態で出るんですけど、まあ、それ以上だとタップ状態で出ますと。で、タップで青マナが生まれて、6マナで、こいつは5砲3を持つ77の巨人クリーチャーになるっていうやつですね。なかなかね、あの6マナで77になれるっていうのは、なかなか、コスパがいいんじゃないかなと思います。うん。意外と6マナぐらいなら、まあ、なんとかいきそうな感じですよね。で、進化する未開地ですね。あと、ナンパ戦の湿地が入ってるんですよね、これ。フォーゴトンレームじゃないや。前のかな、仮の。スローランドですね。これも結構ね、いいお値段がしてるんですよね。はい、ということで、もうやばい。これはね、バックアードですね。で、これは、2つ以上の土地をコントロールしない限り、タップ状態出るっていう土地で、まあ、なんか3ターン目以降、こいつを置く場合は特にデメリットなしで、そのまま置けるよっていうやつですね。最近の、スタンの支流の2色土地なんじゃないかなと思います。で、あとは関節の沼と島かな。はい、はい、ということで、今回は、ディミアコントロールの、デッキ紹介させていただきました。というか開封ですね。はい、せっかくなんでね、買ったら動画にしておきたいというのがちょっと最近の僕の、あの趣味というかそんな感じになってるんでね。はい、これもね、そう、このね、記憶の反乱がね4枚やるっていうことでね、うん、これはね、ぜひとも買っておきたいなと思って、ね、そんな感じで買ってしまいましたね。イムリスもいるし、この船砕きの怪物も持ってなかったしね。これはもうやばいと思いますよ。このストームジャイアントの土地もね、持ってなかったんで、あったかもしれないけど、うん、これが入って、3000円以下で買えると、今定価だったら3000円くらいなのかな。うん、まあ、とりあえず僕はなんか2万1000円くらいで買えたんで、2600円くらいでこれが手に入ってるっていう状態なんで、もうこれはね、爆破動ですね。はい、はい、そんな感じで、今回はディミアコントロールの紹介でした。あ、そうそう、サイドボード忘れてましたね。はい、なんか終わっちゃってましたけど、サイドボード紹介しようかなと思います。すっかりなんかデッキ一つ紹介したから満足してましたね。はい。はい。ということで、サイドボード。
サイドボードはまずこちらの猫さんですね。2マナ11で戦闘ダメージを与えるたびにカード1枚引けるやつです。これするとこいつがエンチャントになって糸になってまとわりついてくれるというやつですね。はい。あとはデュレスですね。脅迫1マナで対戦相手1人を対象として、その手札を公開してクリーチャーでも土地でもないカードを捨てさせることができるってやつですね。なかなか昔からあるカードなんですけど、なかなかいいカードで、これは岩式の収集2マナで対戦相手1人のプレイヤーのライブラリの1枚になるカードを2枚見て札向きに追放して、その1枚をライブラリの一番下に置くと、でそれが、追放されている限りあなたはその追放したカードを、見てもよいしプレイしてもよいと、で好きなマナでそれを唱えられますよっていう感じですね。相手の呪文をパクるみたいな感じですね。はい。でネゲイト否認、これも昔からあるカードですね。クリーチャーでない呪文を、打ち消すカードですね。はい。でレイオブエンフィールドメント、法ごとにレベルのかっこいい呪文、クリーチャー1体を対象としてマイナス4マイナス1修正を与えると、で白であれならマイナス4修正を与えると、1マナでこの修正は強いですね。であと打ち消しの将来の襲来の予測がありますと。であとチビンの調達者ありますね。はい、こいつ強いな。これも入ってんだ。こいつ4マナ56飛行トランプルでなんかめっちゃ強くて、で対戦相手1人が呪文を唱えるたびにプレイヤーは、そのプレイヤーは、トークンが地トークンが出てくると。でこいつが攻撃するたびに防御側プレイヤーがコントロールして地トークン1つにつきこいつがプラス1受けるんで、相手に地トークンでメリットがいってそうなんですけど、こいつがパワーアップするっていうなんかわけのわかんない能力になってますね。はい。こういうのって基本的にデメリット能力が多いんですけど、なんか味方によってメリット能力みたいな感じでね使えるんで面白いカードです。であと知能差の渇き、はい、これゼンリカーの夜明けのカードですね。定数で見たマナコスが2以下のクリーチャーや、クリーチャーかプレインズウォーカー一体を対象として破壊すると、でキッカーされてたならそのマナコストの縛りがなくなりますよってやつですね。はい、なかなかいいんじゃないかな。であとはここら辺地ですね。はい、こんな感じ。はい、はい、ということで今回は、リミアコントロールのデッキ紹介をさせていただきました。もうこのデッキね、もうこの記憶の氾濫があるのがねかなりやばいよね。1枚800円で2400円で、でこれ買ったのが大体1万円ぐらいだから、あ違う2500円ぐらいだから、もうこれだけでねほとんど元が取れてるみたいな感じになってますね。うん、それ以外にもなんか有用なカードがあるし、このねスタンダードのデッキは本当素晴らしいね。うん、はい、ということで僕はもっとね4つとかね買っちゃおうかなと思ってるんだけどね、うん、2つに留めておきました。はい、はい、そんな感じです。じゃあ次、次回もまた見ていただけると嬉しいです。それではまた、じゃあねー。